始まりました。本日は5月の27日、月曜日15時半を回りました。新笠子のヘアスタートです。ということで私が笠子です。よろしくお願いいたします。いやいや早いですね。じゃあとりあえず、ね、自己紹介とかで。はい、じゃあそして、はい、月読み優です。よろしくお願いします。優さんです。よろしくお願いします。そしてゴンシノスケです。よろしくお願いします。はい、ゴンシノスケさんです。はい、ね、あのお元気ですか。お元気ですかみたいな、ね、今日はちょっと午前中畑仕事してた。あ、そうだった。ちょっとめっちゃ暑いからね、大丈夫っていう感じなんですけど、いやダメかと思った、ね、ちょっとあの死に至るぐらい暑いかな、ね、いや暑かったですよね。来れないかと思った。本当にそれは困りますね。それは困る。なんか、ね、来てくれてよかったんですけど ね、まあ、でも今ねご覧いただいている方はですね、C-WAVE さんで検索、あのツイッターで C-WAVE、ね、CWAVE で、検索していただくと C-WAVE さんの方があるんですけども、はい、それをね今ツイートしようかなと思って、ツイートってどうやってんだっけ。ツイートを制作で、そうですね。そうで、これで今ちょっと私がツイートするので、うん、見てねーと、見てねーってや、見てね、あ、本当に見てねー、見てねーってやってるので、なんで笑ってんの。うん、大丈夫、僕は私を見てね。そうそう、見てねってなんで、もしよかったらツイッターつながってる方は、ツイッター私のとこ見ていただくと、はい、リツイートとかしていただけると、動画が見れますので見ていただければいいかな、そうですかなと思います。はい、というわけで始まったんですけども、はい、まあ、もう気がつけばなんか早くないですか。1ヶ月、はい、なんか毎月毎月同じこと言ってるような気がするんですけど、はい、ってことは普通なんじゃないですか、もうこれが。これがね、うん、本当にね怖いです。多分、ね、気づいたらもうね2020年ぐらいです。もうそうですね。ね、そういうことね。そういうことね。そういうこと、そういうこと。ていうか、そう、あ、今二十。今ね、19。19ですよ。まだ19ですよ。19、もうね、令和。令和。令和最初の放送ですよ。あ、そうなん。そう、この前が平成最後だったから、そうそう、今日、そうそう、今日が令和最初の放送っていうことですね。そうですね。というわけで、まあね、新笠子の部屋なんですけども、今日一応ね、メールテーマ、じゃあちょっと先に言っちゃおうかなと思うんですけども、はい、新笠子の、本日のメールテーマが、何、新笠子の部屋メンバーにやってほしいことを教えてくださいということで、はい、まあね、なんか前もね、こういうような、まあ、新笠子だったか笠子の部屋だったか、ちょっとわかんないですけど、何度かありましたね。うん、まあ、でも今回もちょっとね、まあ、それこそ令和になったということもあるので、そうですね、なんかちょっと新しい企画とかね、なんかできたらいいんじゃないかなと思ってね、ちょっと番組の前にもいろいろね、打ち合わせとかしたんですけど、はい、してたっけ。ちょっとしたかな、なんか違う話も多かったかな。それもほら、あのいろんな話、いろんな趣味思考の話、だからそれももしかしたら次の番組、次の新しい企画で使えるかもしれない。使えるかもしれない、ね、別に無駄にしてるわけじゃない、あなたの個人的なそういう趣味を知りたくて話してるわけじゃなくて、番組に活かせないかなと思って話してるんで言ったけど、わかる、わかる、分かんなかった、分かんなかった、個人的な興味だと思った、思いました、すごい、ちょっと今期待しましたね。そうなんだ、個人的な興味ではないです。はい、じゃなかったみたいな、ね、はい、個人的な興味ではないんですけど、まあ、ゴンシノスケさんというこの方ね、いらっしゃるんですけど、はい、まあ、両方だっていうことは分かりますね。まあ、何が両方かはちょっとの皆さんの脳なんでね、多分違うことを想像されてしまうと思います。両方っていうと、なんかこう、まあ、男でも女でもみたいなね、あ、うん、そっちではない。あ、ちなみにどうですか、あ、男性と、ちょっと高校時代男子校だったんですけど、あ、男子校ってね、やっぱすごいんですよ。すごいですよ。男って女子に比べると、その環境の中でこういう子がいいみたいな選んじゃう。あ、そう、なんか DNA 的にあるらしくて、女子は、話長くなるからやめようかな。女子は、途中でやめた方が気持ち悪いわ。女子は理想があったら、その、まあ、王子様ずっと思い続けてるから、いい男が出てきても却下してくる。あ、逆にね。でも男子は、例えばこういう環境の中で、なった時に一番自分の理想に近い人で OK する、で、男子校にいた時に思ったのは、やっぱ男子の中に可愛い子がいるんですよ。まあまあまあ、それはね、理想ですよね。もしかしてこの子でも縁かなとか思っちゃった。まあ、多分生まれてたかもしれないですね、どっかでね。それは言えないんですけどね、ちょっと、言えないんですけど、ね、今ね、全校集会でこう体育館が2階にあって、階段をこう登ってた時に、あのスポーツ狩り のちょっと体育会系の先輩に、そうそうそういう芸、はい、の方にガッと掴まれたことが、急に、はい、それは局部を、今日局部をよく言うね、局部っていう言葉をよく言う、はい、局で捕まえて、なんじゃこれやと思って、ふと横を見たらこうね、こうニヤついてる、ういうなんか知らない先輩がなんかニヤついてて、でもそれ怖いじゃないですか。怖いです、怖いです、怖いです。まあ、ある意味痴漢的なことでしょ。あ、そうそうそう、ね、でも当時そんなのはなかったから、はい、自分も初めてだったんで、どうしていいか分からず、あの、
挨拶してくる、どうもみたいな、こんにちはみたいな、もう来なくていいよ。あ、え、でもそれはそれで終わったわけ。終わりましたね。よかったんですか。ちょっとね、ちょっと2、3日怖かったです。ちょっと怖いですね、うん、でも好みじゃなかったんです。まあそうですね。どっちが向こうが追いかけるかい。だから追いかける、怒っちゃいけないです、はいはい、私は趣味ではなかった。あ、まあ、だし、まあ、でも、でもじゃあ向こうの人がガッてやって、それで、うん、あ、違うなと思ったってことですか。それで分かるんですね。ちょっとね、形が違った、形が違うなみたいな、うん、こ、俺のタイプじゃないなみたいな。やめときましょう。やめときましょうかね。放送大丈夫、放送できればいい。新加速の部屋って知ってる、どういう番組か。え？すごい貧困法制なね、はい、素敵な番組なわけですよ、はい、いや今思いっきり誘導されてたから、ね、誘導はしてないですけど、はい、なるほどね、まあ、何の話したか忘れちゃったよ。なんだっけ、趣味嗜好の話、趣味嗜好、違うよ、今日のメールってやってほしいよ、ね、え、そう、家族の部屋でやってほしいって話しててそれを出たってことは違うか。違うよ、ちょっとなんか戻して話を、なんかね、だから全員がね、脱線しちゃダメ。ゆうさんはね、そういうね、ゆうさんもうね、頼りはあなただけだから。そうなんですよ。だから、はい、あの前にも新加坂の部屋で、はい、あの新しい企画はどうですかっていうのをメールで募集したことがあって、はい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 、で今までこう出していただいたことって結構形になってるよねっていう話はしてたんですよね。うんうん、あ、まあまあまあね。なので、はい、また、まあ、令和にもなったし、うん、あの新しい企画を3人でね、うん、できたらいいなってことで募集したいですってことでした。うんうん、なるほど、いいですか、はい、それで趣味嗜好ではなかったですね。趣味嗜好ではなく、個人の趣味嗜好ではなかったけど、まあ、そうか、そうね、まあね、まあいいや。あれ、はい、違う？そう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 です。っていうことで、じゃあちゃんは両方大丈夫。両方大丈夫。何が？何が？何が？っていうことですかね。っていうことですね。っていうことですね。はい。ではまあ、なんだっけ、じゃあメールアドレスを言うんですけど、メールテーマみんな分かってるかな？うん、だから。まあ、あの新加坂の部屋のメンバーにやってほしい人、はい、やってほしいことを企画とかがもしあったら教えてください。うん、じゃあすいません、ちょっとじゃあメールアドレス言ってもらっていいですか？うん、落ち着いて。私？はいはいはい。はい、はいはい、じゃあメールアドレスは。はい、senju@cwave.jp、はい、senju@cwave.jp まで皆さんのメールお待ちしています。お待ちしてます。そうですね、まあ、メール今日のテーマがわからなすぎて来るかどうかわからないですけどね。まあ大丈夫だと思うけど、はいはい、送っていただければいいんではないかなと思います。あとこれは YouTube でも見れるのかな、もしかしたら YouTube でも見れるみたいな感じなので、まあ、YouTube か Twitter の方で見ていただければいいんではないかなと思います。はい、はい、というわけですね、まあちなみにですけど、まあ、じゃあ皆さんは、ね、一体どんなことをやりたいのかなっていうのを聞いていこうと思ったわけですよ。はい、それであの番組前にいろいろインタビューしてたら、そうですよね、もうなんか方向が変わっちゃったっていうことですよね。どんどん変わっていってしまうっていう話なわけですよ。なるほどですね。なるほど、そう、うん、そう、それがあって聞いてたわけ。あ、なるほど。そうだ、個人じゃないと。そう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 。でも気になったけどね。まあまあまあね。気になっちゃった。そうなんですよ。ね、ちなみに、まあ、ゴンちゃんはこの中ではいわゆるメンバーの中では割と何つうの、あの新しいじゃないですか。そうですね。中では、はい、なんで多分過去にどんなことをやってたかあんまり知らない部分もあると思うんですよ。あのチラ見ですか。チラ見でしかないですもんね。あのこちらにいる方はあの、まあ、ゆうさんという方なんですけど、意外とこのもう一人の、まあなんかね、ヘビーリスナーだったわけですよ。あのレギュラーになる前に。なので結構見てらして見ていただいてて、聞いたりとかね、聞いたり見て聞いていただいたの、ほぼほぼ覚えてるぐらいのすごい人なんですけど、そんなには。いやいや、で結構ね、それ何年もうな、結構前もうね、実はね、来月で6年、番組が丸6年になるので、2013年しかもスタート。そうですね、の7月ですかね。6月が0回だったの、まあ、7月、そうそうそう、まあ、その頃から毎週やってたんです、はい、そうです。あ、それはすごい回数なわけですよね。あ、そうそう、毎週、え、で、2013ですよね、はい、2000で、笠子さんと一緒になんか最初にやったイベントが2016年あ、そうなの、3年後なぐらいなんですね。あ、その頃、その頃はちょっとポチポチこうポチポチ見ていただいて、はいはいはい、でなんか夜になったとかいろいろこう、あ、まあ夜、まあ、前の方ですね、水曜日のね、そうそう、夜の9時とかそのぐらい、はいはい、そうですね、やってました、はい、そう、その頃はね結構いろいろやってて、あ、そうか、そうで3時になって、はいはい、そうそう、今で、ね、昼間になって、今はね、第4月曜日の、15時半の、ね、昼間なんですけど、 今まで結構ずっと夜だったんですよ。うん、夜になりましたね。でも気づけばもう6年、7年目に入るってことですよ。に入ります。すごくないですか。本当ですよ ね。だから、ね、でも結構いろいろやったんですよ。なんか、ね、お芝居みたいなっていうか、エチュードみたいなことやったこともあるし、まあ、役者さんとか出てもらったりとか、あとそれこそアーティストの方と歌歌ってもらったりっていうのもあるし、あとなんだ、変なね、なんか食べ合わせのね、
なんか例えばプリンに醤油をかけるとなんかウニの味するとかあるじゃないですか、そういう感じでなんか何かと何かを足したやつ、ちょっとそれ 何を誰に食べさせたか覚えてないんですけど、覚えてないけどってことですよね。なんかそういうのもやったことあるし、あとなんか目隠しをして物を食べて何をか当てるっていうのとかね、やったとかしたんですよ。ねね、じゃ今度なんかね、もうそういう多分役をやるの多分今後ゴンちゃんになる可能性が高い、うん、可能性高いですよね。任せてください。本当本当ね、縛っちゃう、はい、受け入れます、受け入れます。あ、そんなに受ける、やっぱ受け入れる部分と受け入れない部分はあるわけですね。ありますね、はい、なるほどね、なるほどね。受け入れる部分が比較的広いみたいな、広い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 、まあその辺はね、その辺はね、まあいろいろね、まあちょっとなんですけど、はい、まあ、ちなみにまあじゃあゆうさん今後なんかまあゴンちゃんに振りたいことで、あ、そこ、はいはいはい、そっちでもいいし、そっちじゃなくてもいいけど、まあ、せっかくならね、なんかあります？そうだな、なんか、はい、私その、ま、前の前ぐらいのその企画を募集しますみたいなやつの記憶がちょっとあって、うん、その時はやっぱりここから飛び出してなんかこう、はい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 、町探検じゃないけど、ちょっとお店の紹介だったりとか、あのちょっと新しい人みたいなこうね、うんうん、なんとリポートみたいなのを やったら面白いんじゃないっていう話をなんか聞いた気持ちがあって、やる今、今日はいいけど、あとでもそういうのってゲストさん今、はい、今多分ね、やろうと思えばできるんだよね。あの失笑してますけどね、なんだっけ、なんだっけ、スカイプだ、スカイプ、スカイプだったらできるから、うん、スカイプがね、じゃあゴンちゃんちょっとこれさ、え、そうなの？そうそうそう、スカイプで、そう、前にやったことあるんだよ。ありますね。なんかね、なんかね、ね、その時多分岡ちゃんとかが行って、岡ちゃんにこう渡して、なんかカップルにインタビューしてきて連れてくるみたいなね、やってましたっけね、やったりとかもしたんで、その場で下に今行くっていうね、誰が、ユウがよ、ユウが、ユウ行っちゃいないみたいな、そうなの、そうそうそう、そういうのもねやったりっていうのもある、ごめんね、あ、なるほどね、話してください、はい、あと、まあ、はい、あとは、あ、なるほどね、そうだな、そう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 、あとでもまあゲストさんがね来たらちょっとゲストさん中心にと思ってるけど、まあ3人でしかできないことっていうのがそういうなんかことなのかなとは思ってますね。あとね、ゆうさんにやってもらいたいのは流しの占い師をやってもらいたいわけですよ、うん、日中に、まあ、そう、まあ前はね夜だったんで、まあ夜だとよくほらギター弾いた日とか、なんかほらよく飲み屋とか行って一曲いかがですかみたいなじゃないですか。そうそう、ね、それをこれゆうさんがカードを持ってって一枚いかがですかって言って、その飲んでる人を占うっていうのをやったら面白い、それを中継しながらやったら面白いんじゃないかなっては思ってたわけですよ。あ、ズームあった。でちょっと、あ、ちょっと今、まあいいや、まあいいや、ごめんなさいね。何のもね、もうその場で考えるっていうね。ね、ちょっと今皆さんも大変そうです、ね。ちょっと今日の1曲目っていうことで、まあ1曲曲じゃないんですけど、はい、それこそこれもあのね、まああの今もう卒業されちゃったんですけど、去年までやっていた、まあ、あの浜本さんっていう、浜さん、浜信弘さん、浜信弘さん、さん、今 YouTuber とかでいろいろ頑張って やってらっしゃるんですけども、ね、元気かな、まあ、その方と、まあ、私笠子とでコラボ企画ということで、去年一昨年ですね、一昨年の6月ぐらいに、はい、あの私が服に絵を描いて、それをビデオにしょって、それを、まあ、浜本さんがビデオを編集してくれて PV を作るっていう、ね、イベントやりましたよね。あれ浜本さんが編集、そうそうそう、そうなんです、まあ、監督撮影編集って感じですね。あと音楽とかの方とかも全部取り付けてくれて、やってくれて、すごいめちゃめちゃ安い金額でやってくれたんですけど、そうです、そうです、なんで、まあそんなこともまあこれは笠子の部屋企画っていうんではないですけど、まあでもまあそこで出会ったっていう感じの2人がやったんで、ちょっとそういうのもなんつうの、ここの番組だから番組内だけでできることじゃなくて、まあ例えば都電やるっていうのもさ、外でやってることじゃないですか。そうですね、なんでそういうふうになんか外でやるイベントとかっていうのも今後やっていけたら楽しいかなっていうか、まあすごいね発展していくんじゃないかなと思うので、で、まあちなみにその去年一昨年に、浜尾さんと作った PV があるんですけど、まあ、浜かける笠子コラボ企画ということで、まあ、4人の方が参加していただいたんですけど、ああ そうですね、その中でも特にねちょっとね変化がすごい大きかったというか、方が男性の方が1人参加してくださって、はい、そうですね、普通はね旅行代理店のお仕事されて、まあ、普通のいわゆる、まあ、まあ言っちゃなんですけど、普通のおじさんですよ、おじさんみたいなね、お仕事されてる、ね、おじさんがね、素敵な方ですよね、普通の素敵な方です、まあ、でもまあ、うん、ほら別にそんな派手な感じではないです、芸能人でも何でもないからなんですけど、うん、まあ、その方がもう派手な着物の衣装を着て、うん、ちょっとメイクもして、で化粧して、ね、で撮影をしたっていうのがあったので、ちょっとそれをね、はい、見ていただこうかなと思います、はい、なんでちょっとビデオをねお送りしたいんですけど、浜かける笠子コラボ企画、竹林さん PV です、どうぞ。
また言って。はい。はい、ハマンドカサコの、まあ、イベントの、はい、PV でした。ごめんなさい。なんか、ずっと出てこないっけ。あ、そうね、そうね、そうね。はい。今ね、そう、探してたからね。そうそう、今ちょっとスカイプで。で、ほんと1年前になんかね、やったね。なんかほんとずもっと前のような気がするけど、まだ1年前なんだなと思って。そうなんですよ。はい。で、竹林さんは、ゴンさんのその都電のイベントの時にも来てくださって。そうです。はい。来ていただきました。ありがとうございます。お元気だったかなと。うん。うんうん。そうで、今ね、何をやってるかっていうとね、無茶ぶりでね、スカイプをね、つなげてね、ゴンちゃんにこれを持ってってね、なんか電車を取ってきます。電車を取ってきてもらおうかな。電車だったかな。電車でいいんですかね。ね。うん。と思ってるんですけど、今ちょっとログインがね、あ、できそうかも。できそうかも。あ、できたかも。やできちゃった。シーウェーブってある、ここに。はい、本当だ。見えない、僕には。本当見えない。見えない、見えない。これはどうしたらいいの？あ、こっちからかけましょう。あ、本当？じゃあ、お願いします。じゃあ、これ持って、捨てて。あ、新風子の部屋の。今超無茶振り、あのお試しで、うん、なんだっけ、スカイプっていうのがあるんですけど、スカイプっていうのがあります。よくあの沖縄のね、あ、そうそうそう、熊さんとかが沖縄からも中継できますよみたいな。これかかってきてるの？かかってきてるの？まだかかってきてない。なんですけど、お、いいよかけてきます。で、それで、まあ、そこ、まあ、私の持ってる iPad の中にももちろんスカイプが入ってるんですよ。入ってるね。なんで、まあ、そこと私のスカイプと CM のスカイプ。お、電話で起きた。電話来た。拒否しないで。そこでもしかしたら。はい、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 じゃあ繋がって。あれ？マイク。あ、すごい。あ、入ってるけど。じゃあちょっと下、向こう行って、向こう行って。じゃあエレベーター降りて。あ、ちょ。はい、はい、大丈夫ですか？はい。せっかちないんだ。あ、そう、せっかちのね、はい。せっかちね。なんか今声があちこちからね、聞こえてくるよって感じなんですけど。例のやつですね、あれね。そうそうそう。ちょっと紫外線とか。なんで、ちょっと、これ、ここであと音は。変えられるんで、ちょっとこの部屋を出てからはい、やってもらっていいですかね。はい、じゃあちょっと今から中継で、これ今画面って出てるの？画面って出てるの？今出してない。じゃあゴン先生、ちょっと今これからゴンさんがシーウェーブ探検ということで、こうどんな場所でやってるかなっていうことで、はい、ちょっと下まで行ってもらって、もし下1階にプエドバルさんがあるんで、プエドバルさんの人がいたらちょっとなんかインタビューしてください。大丈夫、新風子の部屋ですって言えば多分持ってくれるはずです。ちょっといいですかって、じゃあバイバイってすぐ帰ってきていいんで、見てるから、はい、多分見てるはずです。じゃあ、はい、どうぞ、いってらっしゃい。これは今どうなのかな、今出てるのかな。出てないかな、私たちしか映ってないんじゃないですか。ここに出るのかな。はい、でじゃあゴンちゃん行っちゃってください。あー、映ってる、映ってる、映ってる。あ、映ってる、映ってる。あ、今ね、エレベーターを待ってる感じですね。今、ね、私たちの声は入っていますよね。入ってますね。入ってますね。はい。ゴンちゃんが今ね、シーウェーブの、いわゆるビルのね、ここ7階にあるんですよ。なので、そのビルの7階からエレベーターで、今1階に向かっていますね。あ、見えました、見えました。はい。こんな感じでやっております。喋ってんのかな？なんか喋ってる、でも、ゴンさん。あ、でも声は。喋ってる、喋ってる。あ、ゴンちゃん、ゴンちゃん聞こえる？聞こえてますよ。聞こえる。ゴンちゃん聞こえてますよ。ただ鼻から上しか映ってないですけど、もうちょっとしたかな。そんでね、ゴンちゃんの方には多分ね、みんなは見えてないのかもしれないですね。そうですね。はい。なんでゴンちゃん、なんか良かったら喋ってます。1階に着きました。あ、1階に着きました。はい、じゃあ1階出てください、エレベーターから。あれだ、そうか。自分が映ってるから。うん。いいんで、自分が映っていいんだよ。そうそう、自分が映ってた方がいいです。はい、じゃあちょっとそこで、プレートバール入ってください。プレートバール入ってください。あれ、あと出ちゃったかな。まあいいや、じゃあ外からでもいいんで、外からでも、じゃあちょっと外行きましょう、ね、じゃあ外からトントンって。あ、そう、そこトントンして入る。あ、なんかうろうろしてますね、はい、うろうろしてますけど1階がね、プエドバルっていう何、バーっていうのかな、まあ食堂みたいな感じ。あ、そう、今外出ましたね。でね、このビルが、赤いビルが見えると思うんですけど、ボスとかね、あれですけど、でその下がね、そう、最近ね、この間友達に言われたんですよ。なんか1階のお店もうやめちゃったのとか言われて、やってるよって言って、なんか行ったらやってなかったんだよみたいなこと言われて、やってるよって言ったんですけど、なんかもしかしたら最近ビニールがさ、入り口が分かんなくて、中のさ、暖かい空気とか冷たい空気が逃げないようになってるんですけど、一応入り口はここになったんですよ。ね、営業はしてる。ですね、入り口は。はい、トントン、トントンってやってみてください。トントン。はい。はい、トントンってやってる、音が聞こえる。本当にトントンして。ガチャみたいな。はい、開けて。開けて。はい、こんにちは。はい、すいません。あ、
お、言ってますね。超突撃ですね。そう、今生ですか。あ、高瀬さん。紹介してきてくれた。あ、そうです。高瀬さん。高瀬さん。はじめまして。はじめまして。はじめましてなんだ。はじめましてか。すいませんね。はじめまして。はじめまして。新笠子の部屋です。はじめまして。ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。そう、キョトンとしてますね。あ、お母さん。番組のお母さん。番組のお母さん、お母さんです。お母さん。お母さん。あ、お元気そう。お元気そうで、お元気そうで。あ、もうマドンナ。北千住のマドンナですよ。北千住のマドンナ。見えるかな。あら、めっちゃ映ってますよ。あら、あら、あら、どうしたの。しっかり映ってますね、お母さん。お母さん、お元気ですか。もう北千住のマドンナですからね。ね。はい。CM です。こんにちは。こんにちは。大丈夫か。あと私です。私ですよ。映ってますよ。声も聞こえますよ。あれ、ゴンさん。あれ、あ、反対側にしちゃったのね。こちらからそちらの画面が見えるそうそうそう。そちらの画面はね、見えないんですよ。そうなんです。そうなんです、そうなんです。そうなんですけど。まあ、ちょっとゴンさんの顔映ってるけど、私たちを見ることはできないんですよ。はい、ゴンちゃん。ゴンさん。ゴンさん、ちょっとなんかインタビューして帰ってきてください。いつもお世話になっております。いつもお世話になっております。本当にお世話になっております。家で一緒にやらせてもらってます。はい。はい。志田と言います。本名で、本名です。本名、本名。ゴンさん、どこ映ってるんですか、ゴンさん。あ、店、です。店にはね、いませんでした。はい、あ、でもいたかも、いたかも。はい。もう、かさこさんがお知り合い。誰？かさこさん。かさこさんって誰？多分顔がね、顔と名前が一致してないかもしれない。顔が出てこない。うん。そうか。昨日番組の人はみんないましたよ。あ、そうですか、そうですか。あ、なるほど。じゃあ今度番組で皆さんでここ、もう一度また参りましょう。そうですね。ここ最近伺えてないですからね。でもまたね。はい、じゃあゴンちゃんありがとうございます。戻ってきてください。お母さんどうもありがとうございました。はい、いつもお世話になっております。はい、お世話になってこそありがとうございます。また伺います。もう分かった。ねえ。わかりました。素敵です。お忙しいところお邪魔いたしました。ありがとうございます。高瀬さんもありがとうございました。ありがとうございます。また行きます。ありがとうございます。あ、でも向こうから多分こっち側の映像見えてないんですよ。見えてないですよね。向こうが映っちゃうんで、時々あのテレビで流れてるりますけどね。そうなんですよ。なのでね、画面はこちらに戻ってきましたね。というわけで、まあね、なんか今のなんだっけ、ウェイドバルさんですか。スカイプでね、スカイプっていうのを使って、はい、まあそういうなんかね、まあ本当今、まあ今のこのスタジオがあるビルが、まあ、7階建てで1階がそのプエドバーさんっていうお店になっていて、はい、そうですね。でもそのビルの、まあ、なんか紅白の、ね、ビルがあるんですけど、そこの7階で今うちらやってるんですけど、はい、あの結構ね、入り口わからないっていう人も結構、ね、ちょっと奥まってるところにエレベーターの入り口があって、そこでやってるんですけどもね。そうですね。なんか東北の食材とかのお酒とかをね、振る舞っていて、一緒に、ね、お店とかも何百種類とかって ね、あるんですよね。美味しい。今やってるのかな、飲み放題とか。最近ちょっとね、なかなか行けてないんですけど。伺えてないですね。また近いうちに ね、伺えたらなと。そうなんですよ。すごい、いきなり本当に今無茶ぶりでね、すいませんねっていう感じなんですけど。ね、まだ帰ってきてないですけどね。まだ帰ってきてない。まあ、すごい距離がありますからね。そうですね。なかなか帰ってくるに時間かかるかなと思うんですけど、ちなみにじゃあゆうさんはなんか今後それこそ新笠子の部屋でやりたいことがあります？ね、ゴンちゃんいないのがチャンスなんでね。あ、じゃあやりたいこと、はい、あ、帰ってきたな。あ、帰ってきた。はい、はい、なんかあります？あとは、はい、まあ、あれ、あ、もう切っていいですよ。切って大丈夫です。なんだろう、まあ、さっきちょっと笠子さんとも話してたんですけど、はい、まあ、はい、私の夢でもあるんですけど、こうなんかね、おかえりなさい、あの地域のなんだろう、なんか保健室みたいなのがやれたら、大人の保健室みたいなのがやれたらいいなみたいなことを第一号言ってたので、なんかそういう、なんかそう、なんかちょっとこうメールでなんか相談とか話聞くみたいなやつとか、ここにいるけど無理やりメールで真ん中、そりゃそうだよ。じゃあね、今これからレインの、あ、レインじゃねえや、ユウです。ユウの、ここで名前間違えた。ユウのワクワク保健室みたいな。なんか、まあ、私だけじゃなくて、ほら、相談の電車、笠子さんも、まあね、相談の電車、はいはいはい、本さんもあの電車占いされてたりとかして、はいはい、なんかこう、ちょっと違う切り口で相談乗れるような場ができたらいいなぁなんて思ってたんですけど、じゃあ、今、じゃあ、ここ、これから、今日は今、これからここが保健室になるので、じゃあ、ゴンちゃんが、
そのせそうしょうがない、まだしょうがない。ゴンちゃんはちょっと今心とか体を病んだ生徒一致みたいな感じで、はい、ちょっと入ってきて保健の先生が今ここにいるんで、うん、もう見てもらって。私そりゃそうでしょ、あんた先生でしょ。じゃあちょっと、ま、真面目な、うん、真面目な話、じゃあ用意スタート。スタートってよくない、はい、あ、じゃあいい、お前、はい、入るところからね。あ、いい、あんまいい、いいよ、そこからでいいよ、いいよいいよ、はいはい、どうぞ。はい、多分そこ映ってないけどね。映ってないね、間違いなく映ってない。こんにちは。こんにちは先生。はい、体も心もだるいんですけど。聞いてあげて。で、いつからでも体調良くないんですか。ここ1週間ぐらいですかね。なんか声張ってもいいな。はい、でもここ1週間ぐらいです。はい、なんか自分で思うなんか原因とかあるんですかね。原因はな、自分で考えたんです。一応思いつく節はあります。なるほど。あのね、こうああいうちょっと今気になることがありまして。なるほど。まあちょっとね、話せる範囲も、まあ、てかゆうさん、ほら、保健室の先生だとしても本当に対応してあげて。なんだろう、って今ここからは真面目な真面目に、まあ、今まで言ったけど全部真面目ですよ。生まれてからこの方。そうですよね、はい、どうぞ、私見てるから。そうですね、はい、そっか。で、まあちょっとね、映像流れちゃうんであれですけど、まあ見てる見てる。怖い怖い怖い、このめっちゃ怖い。ちょ、ねえ、保健の先生やりたいんだからね、見てあげないとね。ちゃんとせあのアイコンタクト取った方がいいですよ。はい、はい、だからまあ私がちょっと今できることは、まあ、カードを切るぐらいしかできないですけど、うん、切ってください。もう切りまくって、もうなんかどうしたらいいの。まあ、基本内だと話聞くべきだと思うんですけど、はい、ちょっとね、映像で流れちゃったり、ちょっとね、言えない話とかもあるかもしれないので、まあ、話せる範囲で。話せる範囲で。はい、話せる範囲で。まあ、いろいろあれなんですね、やってることがあるんですけど、うん、その中の一つが、ちょっと、いまいち。危なく放送事故だわ。放送事故だわ。危なくだわ。いまいち。いまいちね。ちょっとね、やりたいことがあるんですけど、やってることの中の一つが、いまいち。いまいちなんですね。いまいちなんです。人間関係が。人間関係っていうか、まあ、とあるところでとあることをしてるんですけど。まあね、ざっくりだね、すごいね。はい、とあることで、まあ、放送にできないことですね、まあ、じゃあね、多分ね、やっていると、まあ、はい、うん、はい、ちょっとやる気出ないなっていうことがあるんですよ。なるほど、はい、そうなんですね、ちょっと保健の先生頑張って、うん、じゃあ、まあ、今日は、まあ、いろんなことを教えてるんですけど、はい、その、ね、そのうちの一つがですね、ちょっと相手の方とうまくいかなくてですね。なるほど、そうなんですね。じゃあ、まあ、本来なら話を聞くっていうところなんだけど、今日は私謎カードを持ってきているので、うんうん、今日は一枚引こうかなと、もしかして一枚引こうかなと思います。ちょっとここにもカウンセラーさんいますけどね。はい、私はじゃあ今日、あなたが今日はゆうさんのゆうの保健室だからね。じゃあカードを見てる見てる。ユウどうみたいな。カード引きます。ユウどうする。ユウ言っちゃいないみたいな、ね。あ、ごめんなさい。じゃあせっかくなので、はい、カードを一枚引いても話聞き。それは保健室なの？ところで。違いますよね。でも本当話聞いた方がいいけど、ちょっと言えないかなと。ああ、じゃあ相談的にね。じゃあ本当にやりたいことは、ユウさんがやりたいのは聞きたいんだ。本当は聞いてあげたいですよね、話をね。聞ける範囲、話せる範囲だったら。じゃあ耳元でささやくみたいな。え、でもだってほら、例えばさ、糸電話で、糸電話でこそこそ、いやいや、ほら、あの番組でやりたいことだからさ。でもまあ、あとはその、まあ、メールだったりお電話だったりで、なんかだそれがたまたまそのこれ今無理やりメール送るぞみたいな、ね、はい、だそれはほら、対応しないと、先生。あ、そっか、うん、それで放送できる範囲だからさ、そっか、うん、でもまあ、番組でやりたいことの企画の一つじゃん。だって、あ、そうね、うん、まあでも、うん、私が本当はしたいことは話を聞くってことと、うんうん、もし自分ができるんであれば、あ、まあいろんなね、うん、カウンセラーさんがいたり講座みたいな方がいるから、そのみんなの中でその人をなんか話を聞いてサポートできるみたいなことができたらいいなっていうのが本当にやりたかったそこ。お、あ、そう、みんなでってこと？1対1じゃなくて3人で。あ、そうなんだ。ほら、だってさ、なんかほら、保健室っていうとさ、なんか保健の先生がいて、そこになんかさ、ね、生徒さんがさ、ちょっとなんか授業サボってさ、ちょっとお腹痛いとか言って言いたくないのに、来てなんか悩みを話すみたいなイメージがね、あるからね、なんか邪魔かなみたいな。いやいや、そんなことない。あの3人
みんなが聞いてあげるってことで、じゃあゴンさんも先生の一人で、私も先生の一人で、でまあユウさんも一人だけどでカード引くみたいな感じ。そうそう、はいはい、その人の得意なことで、ね、その人の相談を聞いて、はいはい、なんか私たちができることって何かあるかなと思ってアドバイスをするみたいなことができたら素敵だなと思った。なるほど。ちょっと芝居をすると思う、まあ、芝居じゃない、本当の話です。ガチですか。ガチです、ね、本気と書いてガチ、ガチ本気と書いてマジじゃなくてね、はいはい。まあ、でもじゃあせっかくなんで、じゃあまあカード持ってらっしゃるということで、ね、まあ、ちょっとゴンさんが今最近ちょっとまあ人間関係だったりでちょっとある一つのことでなんか悩んでいる。こう見えても人間関係なんだ。人間、うん、まあ、仕事の内容というよりは人間関係。うん、まあそう、仕事上のですね、仕事上の人間関係でなんかちょっと、はい、うん、なんかもやるな、もやるね、もやるっていうかね、そうじゃあ、まあ、そのゴンちゃんが今できる行動の一つとして最大の一歩みたいな、うん、じゃあゴンちゃんそのついでなんでカサゴカードも持ってもらっていいですか。いいですよ。ちょっと持ってシャッフルして、シャッフル、シャッフル同盟っていうか、うん、シャッフル同盟か分かんないですけど、ちょっと今じゃあその人間関係のことを考えながらシャッフルしてください。で、うん、いいなと思ったら手を止めてください。いいなと思わなかった、ね、まあ、いいなっていうか、もういいやっていうか適当にね、もうなんとなく、まあ、これでいいかなって思った時に止めていただければいいです、はい。でじゃあ一番下のカード1枚引いてください。一番下、はい、なんと一番下ですか。はい、はい、で使わないカードはちょっと前に置いといてください。見る、うん、見ていいです。で、未知、あ、そうなの、はい、未知、ちょっと今どの、まあ、ちょっと普通にあっちのカメラにちょっと出してこれかな、あっちかな、うん、まだどっちでもないです、はい。今未知っていうか、まあ、今これカサコカードといって私が作ったカードなんですけど、まあ、なんだろう、まあ、占いで使ったりとかカウンセリングで使ったりとか、これ、あ、これはい、未知っていうカードを、まあ、ゴンさん引きました。でこれカサゴカードっていうカードなんですけど、私がイラスト描いて、まあ、あの全部デザインとかもした私のカードなんですけど、まあ、ゴンちゃんがそのことを考えながら引いたのが未知っていうカードでしたね。ちなみに、はい、大丈夫でしょう、もう、はいはい。じゃあちなみにゴンさんそのカード見ていただいて、未知、まあ、その話、今のねご自身が悩んでることとかで、未知なことって言ったら何を想像します？いや、まだなんかこのまま行けば違う世界が待っているんだろうなという、まだ、まあ新しいです、知らないことがあるかもしれない、諦めるのではなくっていう感じですかね、素晴らしい。なもしかしたらそうかもしれないですね、うん、なんで、まあ、今人間関係だったりなんかちょっとね仕事上のことであって、うんうん、あるんだけど、もしかしたらやってないことというか気づいてないけどできることがあるのかもしれないし、うんうん、まあ、でも逆にもう一つあるのは、うんうん、それをもうやめてしまったところに道もあるのかもしれない、新しい、まあ、全然うん、知らない世界に行くってことね、それも一つかもしれないですね、はい、まあ、でも直感的には今のことで、うん、まあ、なんかもっと、うん、新しいものと出会う、うん、扉が開くのではないかというのは思いました、うんうんうん、素晴らしい、はい、多分ね、その直感の方が多分当たってるんですよ、うん、考えることよりも直感でその今の職場のことで何か新しいことだって感じるんであれば多分それなんで、まあ、今もやもやしてて分かんない、ね、うん、こともあるのかもしれないですけど、なんかそういう新しいチャレンジすることによって、あ、こんなこともあったんだ、こんな側面もあったんだ、こんな、この人こんなとこもあったんだっていう、もうなんか、ね、今まで今見えてない未知の部分があるのかもしれないですね。なるほど、はい、じゃあちなみにゆうさんはカード、あ、はい、じゃあこれ、このカメラで、こっちの、はい、はい、すいません、入るかな、うん、はい、映ってるかな、はい、分かんない、ちょっとこう時間差が、はい、はい、はい、イノセンスというカードです、無垢ですよね。で、この真ん中のカード、真ん中の色が紫なので、あの、ひし形のね、ひし形のね、で、この紫のカードって全体78枚中23枚しかなくて、その結構キロ、人生のキロとかに引きやすいんです、うんうん、そのカードの19番目のカードでイノセンスっていうカードを引きました。で、まあ、ゴンさんにもじゃあごめんなさい、ありがとうございます、はい、カード見てもらって、うん、まあ、ちょっと今未知と合わせて引いた感じなんですけど、こう、うーん、私なんか感じるにはこう無邪気と無垢はちょっと違うところがあって、うん、これは無垢、これは無垢です、はい、で、まあ、こう無邪気っていうのは子供がもう本当何も考えずにただ楽しくってやってるのが無邪気なんだけど、
ムクはもういろこう人生を積んだ上での純粋さだったり、こう楽しむことだったりとかするのかなと思って、で今多分ゴンさんがこの身に起きてることって実はこうこの無垢に向かうための一つのこうエッセンスっていうか、それを超えるとなんかこう本当の楽しさとか、うん、そう人と関わるとかっていうちょっと気づきのなんか種みたいな感じがして、うんうんうん、なんか嫌だなって思うこともあるかもしれないんだけど、うん、もしかしたらその人を知るためのなんかほらやっぱ喧嘩をしないと相手が分かんないとか、うんうん、ちょっと嫌なことが起きてなんでこんなことが起きるんだろうかって思うとその人を考えるじゃないですか、うんうん、でそれを考えるこうなんか種をわざわざこうわざわざこう火がつくためにこう与えられてるような感じがしたりするなと思って、だから丁寧にそのことを見ていくっていうのはすごく大事。そうなんです ね、はい、あとそれをあえて楽しんでみるとかかななんて。ゴンさんはこのカード見てどう感じますか。ですね、このカマキリが映ってるんですけど、カマキリ、はい、そうなの、今日の朝カマキリの子供を見たんですね。関係ないけどね。あ、そうなの、今日の朝、うん、そうそうその畑に、畑で、うん、え、今なんですか、生まれる時期って。まあそうですね、春先ですよね、今、ね、も夏前というかね、うんうんうん、まあでもこれ見て今思ったのはなんか本当の楽しい心を思い出す、うんっていうことですかね。ゴンちゃんの本当に楽しいことって何ですか。なんだろう、やっぱ最近はねちょっといろいろ忙しくなって、おかげさまで忙しくなったこともあるんですけど、うんね、す素晴らしいじゃないですか、はい、まあ、忙殺されてしまってそういう、ね、楽しいっていうのが分かんなくなってしまうっていうのはある。ありますありますよね。でも結構いますよ、なんかえじゃあなんか、まあ、カードとかもやってたりするんですけど、それでえなんかあなたの好きなこと何ですかって言うと、え好きなこと分かんないですって結構いますいます、うん、なんかね前はなんかいろいろあったり、あれやりたいこれやりたいとかワクワクするなとかってあったんだけど、最近は忙しいっちゃ忙しいんだけど、なんかあんまりえ好きなことって何ですかねみたいな、私が聞いてるんですけど、ねっていうね、結構ね忘れ自分の好きなこととかを忘れる人って結構多いんですよ、うんうん、だからもしかしてね、ゴンちゃんは今最近忙しくてお仕事、まあ、順調なのはいいことなんですけど、うん、もしかしたら本当のそういうなんか心からのなんか楽しい、うん、なんかまあな別にほら利益が出る出ないとかではなく、うん、ただ単に本当に楽しいことっていうのが何かなっていうの、うんまあ、電車とかじゃないのかな、うん、あまあそうね、電車とかもね楽しいんですけどね、うん、結構ねストレスでもあるんですよね。そうなんだ、相手が第三者っていうか自分のコントロールの効かないところでのものを取ってたりするので、なるほどね。そのこう予想と違うこともあるので、そこが予想通りいかないとこう結構こう。そうなんだ。うん、でもじゃあ本当に純粋に楽しいことってねなんだろうなっていうことですね。こうリラックスするのかワクワク、鼻血が出るほどワクワクするなのか。鼻血か。うわ、ん、っていうね。鼻血出すぐらい。もうなんかもうやってて気づいたらさ、あれもう6時間経っちゃってたみたいな。あ、そう6時間もう。もうやめとよし6時間ね、うんはい、まあいいけど、はい、言ってごらんなさい。いや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 、もう、いや、もうやられっぱなしのもうやられっぱなしなんだ、うん、まあいいけどね、何の話何の話ですか。ちなみにこれなんで2枚引いたんですか。あ、なんかそのイノセンスの、まあ、エッセンスっていうか、はい、そのもう1枚こう補助カードとして引いたのが、はいまあ、トラベリングっていうこう旅行、はい、旅をするカードを引いてごめんなさい何度も。いいえ、はいね、なのでまあちょっと2枚引いた中で、今のこう今がこうゴールじゃないっていうか、その今起きてる出来事がなんか本当にこう、うんうん、は通過点でしかないから、この先その人の関係性だったりその仕事の在り方だったりっていうのを今結論出すことではなくて、そのこの道すがらまだ途中、うんうん、だからもうちょっと様子を見てでもいいかなぁなんて思って、ね、はい、でゴールどっかの例えば人生のゴールなのか、もう次のなんかもう卒業かなと思った頃にこう振り返ったら、ああの時ちょっともやっとしたことはあったけど、うん、でも結果的にはこの成長があるためにこれがあったんだなっていう気づきのためのちょっと出来事なのかなっていう、ちょっとこのカードを見て思った。でこの、ね、最後のゴールがもしかしたら無垢になるっていう、その純粋無垢になるっていうのがもしかしたらゴールかもしれない、うん、で自分とは違う異質の人たちともこう穏やかにコミュニケーションを
自分の世界にいなかったような人たちともこう会話を、あ、道ね、こう穏やかに会話ができるようなそういう風な時期が来るんじゃないかなと思って、なるほどですね、春のいいカードだし、なんかそういう風に思いました。決して焦ることもなく穏やかにやって、ちょっと向き合う時間作ってもいいんじゃないかなと思います。なるほど。でも一番はゴンさんの気持ちを大事にした方がいいと思うので、そうです、はい、でした。ゴンさんどうですか、ちなみに今のユウさんのカードを聞いて、カード、まあ、私のカードもありますけど、はい、今ね2人の保健師さんが、はい、保健師さんわかんないけど、うん、加瀬子さんのカードはなんかおっという気づきというかひらめきをいただきました。ユウ、うん、さんはなんか、これからのなんて言うんでしょうか、道筋の夢と希望をいただきました。ありがちなコメントですけどね。素晴らしい、ありがちなことは全然ないです、はい、ありていですけど、ちなみにね、まあ、ユウさん今そのカードを、ね、引かれてるんですけど、はい、まあ、今多分もしかしてその今今日ねこの放送とか、まあ、アーカイブとかでもね見て、えなんかでユウさんにカード引いてもらいたいなっていう方いるかもしれないじゃないですか。ユウ、うん、はいはい、まあ、さんの保健室的なものはここ以外にどっかあるんですか。ちなみに、はい、実は、まあ、Facebook の、 あの月読みユウのページを見ていただくと、はい、うん、あのちょっと1週間に1回とか2週間に1回、うん、今後の月読みユウ の、 あの動きみたいなことをちょっと書かせてもらってるんですけど、うんうん、まあ、この日ってまだ確定はしてないんですけど、うん、一応、原宿にあります、はい、天使の扉さんっていう、はい、あのところが原宿の、竹下通りの裏にあるんですけど、そちらにちょっと、うん、さんそこ二人きりの部屋ですから、うん、本当ですか、行ってください。それこそ保健師ですから。あ、じゃあ頑張ります。地味、ガラス張りですけど、ガラス張り丸見えですけど、もともとあの、はい、もっと夢と希望が、はい、夢と希望ね湧いてきたね。あの、もともとはドレス屋さんの貴婦人さんっていう方がちょっとそこのお店の、うん、はい、をやってらっしゃるんですけど、うん、そこの隣に、まあ、あの天使の扉さんっていうその占い師さんに、ね、なんかいろんな占い師の方もね、はい、いるんだけどね、来ていて、で私はあの、まあ、月2回ぐらい、はい、ちょっとそちらの部屋をお借りして、うん、まあ、ちょっと皆さんのお話を伺えるような日をちょっと作っているのと、はい、もう一つあの去年の10月にゲストさんで来ていただいた、はい、宇宙人カフェラムっていう、うん、なんかイベントか何かがあるのかな、そうですね、はい、で、そちらもちょっと月2回ぐらいちょっとそちらの方にちょっと出勤してたりとか、はい、あとイベントもあるので、イベントは、まあ、まあ、はい、今月のラムフェスタちょっと私出れないんですけど、はい、毎月そのラムフェスタの方に、はい、あのちょ 毎月やってるんですけど、そこにちょっと出れたらそこに出てるってことが、はい、をやってるんですね、まあ、決まった曜日なんですか、はい、そう、毎月1回で、まあ、決まった曜日ではないんですけど、あ、はい、まあ、ちょっとラムーンを検索するとそれがラムフェスタいつやりますよみたいなとこに私の名前があったら優が出るんだねみたいな感じです。それと、6月の15日にそのラムーンさんと、はい、天然石、パワーストーンショップの、はい、ボンテーハさんっていう方が共催で、イベントがあります、場所は川口のリリアというところで、こちらですね。あ、すごい。宇宙と地球の、今画像が出てるのかな。そうですね、こっち見てもらって、こちらも出てますね。はい、まあ、その今画像が多分、ね、出てるかと思うので、はい、11日とか時間とか場所とか地図も出てるのかな。地図も出てますね。はい、まあ、見ていただければ、はい、大会宇宙人と地球人の集いですね。あれ、これユウさんの写真は出てないんだ。これは、はい、私は出てなくて、裏に名前があるんですね。まあ、裏は見えないけどね。はい、で、はい、そこであの手仕事人、白役さんというちょっと新しい、白役さん、はい、お友達と一緒に、はい、出店します、はい、で彼女はちょっとパワーストーンを使って、まあ、うん、ブレスとかリングを作ってる方で、うんうん、まあ、あのどっちかというと彼女が身につけたいものを作って、うん、それをこうあのそれを気に入ってくださった方に、うん、販売しようかなみたいなこうイベントことをやっているので、その方と一緒に今回出店して占いとブレス。ユウさんはそこでは何をされるんですか。私はあのタロットカードで、はい、今のカードですか。こちらのカードで、はい、セラピーをしようかなと思ってます。じゃあ今と同じようなカードで今のコメントっていうか、はい、そのいろいろなんかメッセージくれたりするのかな。そうですね、はい、はい、やろうと思ってます。じゃあぜひぜひ興味ある方はその原宿のところまだ日にちは決まってないけど検索してもらえば、そうですね、月に1回か2回いますね、やるかもしれないし、はい、ラムーンさんでもやるんだけど、まあ、イベントとしてはその6月の15日に、はい、まあ、ちょっと大きいイベントがあるんで、うん、そちらに来ていただければまあ必ずいるし、まあ、そのアクセ
サリーなんかも売ってますよ、ね、ということでね、はい、ただ天使の扉は、今週の木曜日5月30日は、ね、出勤してますので、はい、行ってください、はい、1時ぐらいから私おりますので、ぜひよかったら。どちらですか？あ、天使の扉、原宿ですね。ガラス張りの2人っきりのね、保健室で2人っきりってとこばっかりこうね、はいはいはい、言うけどなりますからなりますからね、はいはい、月読み U で検索してくれれば、はい、と思います。まあ、そこがそれこそね、その U さんの保健室かもしれないですよね。そうですね、はい、ぜひよかったら遊びに来てください。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。ということで、うん、なんかゴンさんもなんかイベントされるんですよね。そうなんです、はい、久々にですね、はい、じゃあちょっとなんかチラシ的なものがあるのかな、はい、どうしてうつむいてんの、はい、言って声だけ言ってください、はい、そのうち出ると思います。はい、お茶をですね、立てます。簡単に言うとお茶を食べます。立てる、あ、立てる、うん、抹茶を立てて、はい、皆様にお茶会、簡単なお茶会のようなことをやります、はい、まあ、茶バーと言いますかね。茶バー、はい、お茶バー、お茶バー、はい、でお茶を普通は抹茶だけでやるんですけど、うん、まあ、抹茶といっても実は種類がいっぱいあって、うんうん、まあ、有名なのは京都の宇治のお茶、うんうん、であとは近江のお茶があったり、うん、あと九州のやめ茶があったりとかあるんですけど、うんうん、今回はそれとは全く別で、うん、発酵してさせたお茶っていうのがあるんですよ、日本茶で、はいはいはい、静岡の、長田院っていう方がです、うんうん、というお茶屋さんが作った、はい、発酵したお茶、はい、それを一緒に立てて飲み比べというか、飲んでみよう。なるほどね、飲み比べでちょっといろいろ立てて味を見るというか、ね、はい、発酵したお茶ってあんまり聞いたことないから、多分飲んだことないんで、うん、あんまりないかもしれないんですけど、お茶って こう蒸らせていくと発酵する、うん、抹茶は発酵させてないんですよね、うんうん、で紅茶は基本的にウーロン茶もそうですけど、うんうん、発酵させてて、うんうん、でその途中で乳酸菌とかをですね、いろいろこう強くというか、うんうん、腸に届きやすくしたものがあって、はい、それを使って、あ、出ましたね、うん、今吹きなでしこ、うん、じゃあそれは、まあ、場所とか時間とかは東急、それを見ると分かる、うん、分かります。池上線の、駅どこだっけな、分かんない、なんか書いてある、うん、今ちょっと画面がね、よく見えるような見えない、あ、池上線の池上駅ですね、そこから、はい、歩いた、池上駅っていうところからなんでね、はいはい、でも参加費3800円ということで、そうです、その場で払えばいいんですね。そうですね、はい、6月8日の土曜日1時からはい、はいはい、そうするとこの方がいると、まあ、あ、この格好じゃないですよ、その時はですね、ですね、はい、この格好でお茶立ててもいいんですけど、はい、それはちょっと諸事情により却下されまして、はいはい、着物で立てます、まあ、ぜひぜひね、行っていただければいいんではないかなと、はいはい、雰囲気をちゃんと出してやりますけど、はい、そこさんも最後に、はい、まあ、私はね、まあ、いろいろ特に、ね、まあ、すごいイベントっていうのもないといえばないけあるんですけど、まあ、中板橋 の沖縄料理諸鉄さんで、またお絵かきイベントっていうのをやるんですけど、それが6月21日の金曜日にやりますので、まあ、よかったら Facebook とかで検索していただければ、いいかなと思います、はい、というわけでお送りしてまいりました新笠子の部屋なんですけれども、次回は6月の24日の月曜日15時半から、まあ、夏を先取りしたスペシャルでやっていこうかな、まさに、ね、はい、今月はね、珍しくね、ゲストさんいない感じでね、そうでしたね、お送りしていったんですけども、はい、まあ、来月はゲストさんが多分いらっしゃるので、ぜひぜひ、はい、なんと、はい、また見ていただければいいんではないかなと思います、まあ、なので今月来月までね、うちら3人それぞれイベントなんかもありますので、もしご興味ある方はちょっと、ね、検索していただいたりとか、していただければいいかなと思います。というわけでお送りしてまいりました新笠子の部屋ですが、私笠子と月読み優と権志の輔です。権志の輔さんでした。というわけでありがとうございました、はい、ということで来月は6月24日また見てねということでありがとうございました。ありがとうございました。今日はすごいバタバタでございましたけども、すいません、もうね、でもね、ある意味バタバタでもできるんだなってのはすごいなってね、なんかね、すごいね、すごいな、わからない。